記録的な株価の変動が今後収まるのか、引き続き日米の金融政策の行方が焦点となります。秋のアメリカ大統領選挙に向けて、与党民主党の候補者にハリス副大統領が正式に指名され、自らの副大統領候補に選んだ中西部ミネソタ州のワルツ知事とともに、日本時間の今朝初めて揃って選挙集会を開き、有権者に支持を訴えました。民主党は6日、日本時間の今朝、大統領選挙に向けたバイデン大統領の後継候補について、ハリス副大統領が候補者として正式に指名され、これを受諾したと発表しました。ハリス氏は激戦が見込まれる州の一つ、東部ペンシルベニア州で副大統領候補に選んだ中西部ミネソタ州の知事のティム・ワルツ氏と初めて揃って選挙集会を開きました。ハリス氏です。 Our campaign is not just a fight against Donald Trump. Our campaign, this campaign is a fight for the future.ハリス氏は、私たちの選挙戦はドナルド・トランプとの戦いというだけではない、この選挙戦は未来に向けた戦いだと訴えました。その上で、ティム・ワルツと私は中間層が強ければアメリカは強くなることなど、多くのことで考えを同じくしている。私の大統領としての目標は中間層を強くすることだと述べました。この後ワルツ氏も演説し、この選挙戦に参加し、ハリス副大統領をアメリカの次期大統領にする手助けができることを、これ以上ないほど誇りに思うと述べました。ハリス氏は今週、ワルツ氏とともに激戦が見込まれる各州で選挙集会を開く予定で、野党共和党のトランプ氏との選挙戦は一段と熱を帯びることになりそうです。ガザ地区でイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まって10ヶ月です。ハマスの最高幹部が訪問先のイランで殺害されたことをきっかけに、中東地域で緊張が高まる中、アメリカや関係国が外交的な解決を模索しています。アメリカのホワイトハウスは6日、バイデン大統領がイスラエルとハマスとの停戦交渉で仲介役を務めるエジプトのシシ大統領とカタールのタミム首長と相次いで電話で協議したことを明らかにしました。バイデン大統領は、交渉は最終段階に達しているとして、今後数日間緊密に連携するということです。ただ、ハマスの最高幹部が訪問先のイランで殺害され、イランはイスラエルによる攻撃だとして報復する構えです。アメリカのブリンケン国務長官は、制御不能な状態に陥らないよう外交的な解決を模索するとして、イラン側に報道の自制を求めました。こうした中、ハマスは6日、ガザ地区のトップのシンワル指導者を殺害されたハニーヤ最高幹部の後任に選んだと発表しました。イスラエルのカッツ外相は、シンワルが新たなリーダーに選ばれたことは、彼を殺害しこの下劣な組織を世界から消し去る新たな理由となると SNS に投稿しました。一方、ブリンケン国務長官はシンワル指導者について、停戦の結論に向けてこれまで最も重要な決定権者であり、これからも同じだと述べ、イスラエルとの停戦に応じるよう促しました。中東の衛星テレビ局アルジャジーラは、シンワル指導者が最高幹部となったことで停戦交渉はプロセスが複雑化し、長引く可能性があると指摘しています。さて、パリオリンピックは大会12日目、レスリングの男子グレコローマンスタイル60キロ級で文田健一郎選手が金メダルを獲得しました。文田選手は前回の東京